本日は大変長い時間にわたりまして、このシンポジウムのために、ご講演者、それからディスカッサーと聴衆の皆さん、ご協力ありがとうございました。我々はこのホストの一つの機関であります情報システム研究機構で、私機構長の堀田でございますけれども、この機構っていうのは、ご存知のない方も多いかもしれませんが、大学の国立大学の法人化の時に同時に、国立大学法人法の中で、研究所群をまとめて法人化するという、そういう試みの中で出来上がった一つの機構法人でございます。その時の作る時の動機としては、単に法人化、いやいやまとまってしょうがないからやるというんじゃなくて、そういう面もあるんですけれども、もう一つ何か新しいものを作りたいということで、そのためには現在のこの科学の方向である情報が大量に生まれて、それを処理するマシナリーができてきているという、こういう中で、異なった分野の研究所の間の協力をすることによって新しい分野が生まれるんではないかと、そういうことで地球環境と生命という極地研究所と遺伝学研究所、それから今度はその情報を処理する情報研究所、情報学研究所と、それから統計数理という、数理推測モデリングっていうのは、そういうものをまとめて一緒に何かやりましょうということで、現在5年目になりまして、その過程の中でこのライフサイエンスの統合データベースという活動も始めたわけです。非常にナイーブにたくさんのデータがあってみんなが困ってるんだから情報処理のとことつなげればうまくいくに違いないということで始めたわけですが、やっていきますと、すぐいろんな問題が出てきて、もちろん一つには研究者がなかなかそこまで、自覚が高まらないということもあります。しかしそれ以上にその間をつなぐためのデータの流通とかオープンネスとか、そういうところがまだ十分に、制度化も 法制度化もされていないし、我々自身の自覚も足りないと、そういうことでこのシンポジウムを企画するということになります。で、考えてみますと一昔前の研究者というのは論文で評価されました、実は今でも論文で評価をされますが、実は論文の裏にあるデータの量っていうのが一昔前と現在では極端に違っているというふうに思います。で、昔はほんの少数のデータを集めてそこから大きなものを抽出すると、それで抽出できた人がヒーローであったわけです。ですからその裏にはほとんど隠しているものはそんなにないと。しかし今は大量のデータがあってそこから結論を出すと、しかしその結論が最適のものだったのかどうか実は誰にもわからない、ちょっと面白そうだから論文になると。で、そこのデータはじゃあどうなっちゃうのかというと、これが悪くすると死んでいくという、そういう状況にあるという、非常に困った状況にあると思います。で、これを何とかしなきゃいけないというときに、今日いろいろご意見いただきましたようなその権利、知財、さまざまな問題ありますが、もう一つ僕が思うのは研究者の評価っていうのをその論文でするだけではなくてその裏にあるデータで評価するっていう制度ができないかというのは、先ほどちょっと富士通のだからも言われたこととつながると思うんですけれども、そういうものをやっぱり大学や研究所アカデミズムっていうのは考えなきゃいけないんじゃない。ただ残念ながらデータの評価っていうのはその時点では定まらなくて、その後そのデータがどういうふうに使われたか何を生み出したかっていうことで評価をするってことに多分なると思います。でもそのためにはオープンでなきゃいけないし、むしろ自分のデータはみんなで使ってもらわなきゃ評価が高まらないという、そういうことになるんではないかと思うので、まだ長い道のりではありますけれども、我々のそういう統合データベースのような活動っていうのがそういうふうにしてサイエンスそのものの変革にもつながっていくという、そういうことになれば大変嬉しい。そうなってこそ法人化した意味があると
まあ、そういうことになるのではないかと思います。まあ、統合データベースのセンターの先生方は、まあ、大変苦労してやっておられるんで、私はたから見ておりまして、気の毒だとは思うんですけれども、まあ、それだけのでっかい役割を担っておりますので、ぜひ頑張っていただいて、皆さんにも応援をしていただきたいと思います。本日は今日もありがとうございました。